ステッピングモーターの基本ということで、ステッピングモーターがどのように動くのか、ステッピングモーターはどのように動かすのかということについて簡単に説明します。まずはステッピングモーターの動作原理を説明するとともに、ステップについて、次に一般的にコントローラーからどのようにして動かすかということについて説明します。それからモーターの一般的な話として電流とトルクのイメージを説明して、その後ステッピングモーターに出てくるマイクロステップ制御のマイクロステップについて説明します。最後に DC モーターと比較したステッピングモーターの特徴を簡単に説明します。まずはステップについて、この図のような構造を考えます。永久磁石が90度ずれた電気紙の中にあります。電流の流れる層が2つあるので、これは2層のステッピングモーターということになります。まずはこのように電流を流してみます。するとこのように磁界が発生し、磁石が磁界の向きに合うように力を受けて回転します。次に別の層の電流を流して磁界を発生させて、磁石が同様に磁界の力を受けて回転します。ここで電流の層を切り替えるたびに回転する単位が1ステップです。このようにステッピングモーターでは電流の層を切り替えるたびに1ステップずつローターが回転します。実際コントローラーからはどのようにして、コントローラーからのクロック入力があるとモータードライバーは1ステップ回るように電流を切り替えます。また次のクロック入力があるとさらに1ステップ回るように電流を切り替えます。モータードライバーはクロック入力があるたびに1ステップモーターを回転させますので、クロック入力のタイミングを制御して速度制御が可能です。このようにコントローラーからのパルス入力を受けた際にモータードライバーは適切に電流を切り替えていきます。コントローラーはパルスのタイミングを管理するだけで、電流の層、向きを管理する必要はありません。次にモーターに発生する回転力について見ていきます。まず電流を流すと磁界が発生してローターが回転します。ここで重い負荷がついた場合を想定してみます。電流を流して磁界が発生しますが、回転力が十分でない場合、負荷は持ち上がりません。電流を増やして磁界を強力にすると回転力が大きくなり負荷が持ち上がります。電流が流れている間はトルクが保持されますので、負荷を持ち上げたまま保つことができます。電流を切ってしまうと負荷を持ち上げていたトルクはなくなります。このようにモーターのトルクは電流が大きければ大きくなります。さてステッピングモーターではマイクロステップ駆動というものがあります。これを簡単に見てみましょう。最初はハーフステップ駆動を見てみます。コントローラーからの1パルスでハーフステップ回るようにします。この時パルスが入ると A と B の両方に電流が流れます。すると磁界も両方に発生し、磁石に働く磁界の合成ベクトルはこのようになり、1ステップの半分の向きになります。するとローターも1ステップの半分回転することになります。次のパルスでもさらにハーフステップ回転するように電流が切り替わります。次のパルスでも同様にハーフステップ回転するように電流が切り替わります。このようにハーフステップでは電流を2つの層両方同時に流すことを組み合わせて、磁界の合成ベクトルを1ステップの半分ずつ回転させるように駆動します。コントローラーからクロックの入力のみで回転させる部分は変わりませんが、ハーフステップ駆動では1クロックでハーフステップ回転します。それではマイクロステップ駆動について見ていきます。今度は2層両方に電流を流すとともに電流値自体も変えていきます。そうすることで磁界の回転角度を1ステップの4分の1ずつとします。
これがマイクロステップ4分の1です。次に磁界の向きが8分の1ずつ回転するように電流を制御していきます。そうするとマイクロステップ8分の1になります。より細かい単位で回転させていくことにより大きなノイズや振動を改善させられます。 ST のステッピングモーターDC モーターとの違いを簡単に見ていきます。DC モーターで駆動、加速、低速からブレーキをかけて停止するといった場合、決められたポジションへの移動、停止、保持トルクといったものはありません。ステッピングモーターや AC サーボモーターでは、決められた位置や角度までの高速移動、停止やその繰り返しといったことが可能になります。また、ステッピングモーターでは AC サーボモーターのような複雑な制御設計が必要なく、オープンループで簡単に使えるとともに構成もシンプルです。これまで説明したステッピングモーターの基本のまとめです。パルスを入力すると1ステップ単位で回転する。速度制御は入力するパルスのタイミングで制御する。加速性、応答性に優れていて、頻繁な起動停止を行う用途に合っている。オープンループで使用可能であるため、複雑な制御設計が必要なく、実際の構成もシンプルになる。補足としては、実際のモーターはモーターの機械的構成に工夫があり、1ステップで